今日はあの小指導さんにあのお誘いいただきまして本当にありがとうございます。まだギターも本当にあの1年半ぐらいしか行ってないんですけど、ちょっと僭越ながら3曲ほど、やってみたいと思います。好きな歌なんでちょっとやってみました。かっこいいですね。自分はですね、あれなんですよ。親が千葉県の旭市に住んでまして、実際に被災しましてですね、全然無事なんですけど、津波の被害で確か17人かな、亡くなりになった場所 で結構報道がされてないんですが、道路とかちょっとどういう状況かわかんないんですけど、結構ボコボコになってるみたいで、自家用車がこうすぐパンクしちゃうとか結構いろいろなんかあるみたいで、まだお帰りになってないんです
帰りたかったんですけど、親には来るなって言われましたね。で、その旭市も、東北の方もそうなんですけど、旭市も昔のチリ地震の時に国道のちょっと手前ぐらいまで、確か3キロ、4キロぐらいまで大体冠水したって、そういう記録もやっぱり残ってるっていうような場所らしいんですね。で、ただ、明後日ぐらいにはちょっと黙っていっちゃおうかなと思ってます。まあ、被災地の人のそのこちらをその気遣う気持ちっていうのはやっぱ痛いほどよく分かって来ないでくれっていうね、気持ちもあるんだなっていうのが、その自分の親がそういうふうに思ってるもんですから、ただね、行って迷惑にならないレベルでですね、なんかやれることは、5月になっちゃいましたけどね、やりたいなと思って、ます。ちょっとオリジナルをですね、もう一曲、やりますけども、おはようという、歌を歌いたいと思います。
どなたか私のビールを取っていただけますか。え、どうですか。あの、そのいっぱい入ってるやつです。すいません。喉がパンパカパンになっちゃいました。パンパカパン、パンパカパン、パンパカパン。事故か。今日天皇賞春だ。あの話は変わって RC サクセションがですね、実は10年の時に、ね、あの結構まあ聞いてて、あのバンドなんかをやってたあの時期にもですね、何曲やった記憶があるんですけど、あの19歳の時にそのさっきの親にあの感動されましてですね、あの一人暮らしをあの始めた時に、あの一番ちょっと辛い時にですね、分かってもらえるさっていう歌をちょっと繰り返し聞いてたことがあって、で、RC サクセションなんか一曲歌わなきゃいけないんだったらこれにしたいなと思って、あのちょっとコードとか調べようと思ったんですけど、パソコンが動かなくてですね、ちょっとあの耳でちょっと撮ってみて、で、結構あのキーも難しいですね、歌うのは。なのでちょっと自分のあのキーでちょっとあの好きなように歌いたいと思います。歌えんのかな。聞いたことがないんですけど、ちょっと一言だけ教えてください。金魚マニアなんですけど、江戸錦っていう金魚がいまして、あのその金魚の名前です。金魚飼ってる人ですね、江戸錦ですね。金魚マニアです。金魚マニア、ありがとうございました。